皆さんこんにちは。今回はクロケット&ジョーンズからセミブローグウエストフィールド2のご紹介です。さて、今回ご紹介しますウエストフィールド2、クロケット&ジョーンズが作り出すセミブローグの中でも非常にオーソドックスなルックスが特徴です。例えばこのつま先の花飾り、メダリオンと呼ばれているものなんですが、こちらのデザインなんかもごくごくオーソドックスで、昔からよくある雰囲気のものが採用されています。こちらのウエストフィールド2というからには1というのが存在してまして、実際には1とは言わないんですけども、もともとそのウエストフィールドというのはラスト341という非常にクラシックでオーソドックスなタイプのラストを使用したモデルでした。そして今回2になるにあたって何が変わったかといいますと、木型がですね、非常にこうクラシックなルックスながらも、こう甲回りから踏まずかかとにかけてフィット感を大きく向上した379という新しいものを採用しています。クロケット&ジョーンズではここ十数年ぐらい、非常にフィット感のいいラストというのをいろいろ開発してきています。中にはロングノーズで非常にモダンなシルエットのものも存在しますが、今回の379はごくごくオーソドックスなトゥーラインと、現代的なフィット感が融合したラストとなっています。こういったラストを待ち望んでいた日本の靴ファン、非常に多いのではないでしょうか。さて、ごく個人的な思い出話になってしまうんですが、セミブローグでウエストフィールドと聞くと、実はですね、銀座店ができた97年当初、トレーディングポストではクロケット&ジョーンズのセミブローグウエストミンスターというのを扱ってました。デザイン的にはこちらのウエストフィールドと同じくごくオーソドックスなセミブローグでした。同じウエストつながり、これはただの偶然なんでしょうかね。こちらのウエストフィールド、カラー展開は2色、オーソドックスなブラック、村感の美しいダークブラウン、こちらの2色となっています。個人的に非常に気に入っているのがこちらのつま先のメダリオンのデザインです。昔からよくある非常にオーソドックスな穴の配列なんですが、今いろいろありますけども、やっぱり行き着くところはこれかなというのが個人的な思いです。こういったつま先のメダリオンであったりとか、こうパーツの切り返し部分のパーフォレーションと呼ばれる穴飾り、ちょっと派手なデザインと感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、スーツやジャケットに合わせる靴としては非常に王道のデザインです。これを履いたからといって決して足元が派手すぎということにはなりませんので、気になった方はこのセミブローグベーシックな王道のウエストフィールド2、ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。こちらの動画では商品やイベントなどさまざまな情報を発信していきます。チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ぜひご登録お願いいたします。概要欄には今回ご紹介した商品の URL を貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。